い。どうこんにちは、魚屋の森です。さあ、今日は何の日かな。今日はね、すっごいね、見た目が変わったお魚を市場で発見しましたので仕入れてきました。でね、買ってきたのが2日ぐらい前なので、もうちょっと今日ね、さばいておかないと鮮度がね限界かなっていうところで急遽撮影をすることになりましたので、ファッションがね、だいぶ市場のおばあちゃんみたいな格好ですけど、お許しください。よいしょ。ということで、今日は久しぶりに大きい魚です。ということで、今日のお相手はこちらです。うん、もういい。先生、どう、いい、いい感じ。カジキです。約20キロのカジキです。市場にね、売られている時はもう危ないものがこう切られちゃって、こういう状態なんですよ。もう何が何だか分かんない、カジキのね、大事なこうかっこいいものが全部取られちゃってるので、今日その姿が見せられないのが残念なんですけども、再現をしてみましたので、こんな感じです。再現、こういう状態だったので、レチゴ、レチゴ、レチゴ。じゃあ頭から取っていきます。で、今日メカジキ、とってもね、骨が柔らかいんですよ。なのでね、見ててください。ほら、ここもここから、よいしょ。弱い私でもスパンと、このね、包丁がいかがですか。1本19,800円が今なんと15,000円です。そのくらい柔らかいんですよ、これが。だから三枚おろしがめちゃくちゃ難しくて、今日失敗するかもしれないですけど、そう、骨にね入っちゃうから、骨も一緒にね、そうだね、見守っていてください。皆さん、お見守りください。下ろしていきます。すごい綺麗な身、油も結構あるよ。なんか持ってるか。大丈夫。よいしょ。よいしょ。ありました。どこでしょうか。あ、上手にできた。すごいね。綺麗だね。そしたら、今日私さすがに大食いなんですけど、こんなに食べられないので、こっち片身だけ使っていきます。じゃあ今日はこっちの腹の部分を使ってね、サイコロ状に切って甘辛くこってり煮て、ご飯と一緒に食べたいと思います。絶対美味しい。ありがとうございます。食べる気でいる？大きいもんね、だって ね大きいわ。はい、萌え断、萌え断。難しかったでしょ。楽勝でした。まあ、うまいですけど、なんですか。
パンも普通の香りみたいな。氷。皮が取れました。じゃあこれ角切りにしていきます。すごい油。今日せっかくだから、角煮を一個作るのと、もう一個は串焼きでね、塩焼きでも食べてみようかなと思います。サイコロに切れましたので串にね、焼き用で刺していきます。身がしっかりしてるから問題なく刺さります。金目はちょっと怖かったけど、ね、はい、じゃあ社長と私とかなちゃん、こっちの串焼きは今日フライパンで焼いていきます。で、まずしっかり塩コショウして、少しね小麦粉まぶして、それでバターとオリーブオイルで焼いていきます。じゃあニンニクを少し焼いていきます。本当に豚肉みたい。カジキの串焼き完成です。これにね、今日はバジルソースをね添えて食べてみようと思います。はい、じゃあ角煮の準備をします。今日はね、いっぱい炊いちゃう。ネギ入れます。で、ここに生姜、生姜をね、臭み消しで香り付けで入れます。はい、じゃあいよいよね煮ていくんですけども、煮汁は今日同割りでいきます。みりんとたまり醤油とお酒、あとね、うちのお店はねザラメを煮物には必ず使うんですけど、コクが出るのでめちゃくちゃおすすめです。これ今日はね、こってりご飯に合うようにね甘辛くやりたいので、ちょっと多めに入れますね。まずザラメから、みりんで、一回ふかしてからたまり醤油を入れていきます。たまり醤油入れます。アクがアク音、アクがアク音どういうこと。はい、アクが取れました。粉いっぱい、なんで全部乗せなくてもいいじゃん。すごい香り。おかじきの角煮完成です。イエーイ。はい、では完成しました。今日もお魚に感謝をしていただきます。この週末ね、台風が来るって言ってて、ちょっとね、営業を心配してたんですけど、すごかったね、折り返しが。逃げてたみたいな感じで。皆さんに何もなくて何よりです。で、お店もね、予約たくさんいただいてるので、今日もね、これから頑張ろうと思います。もう普通に今日ご飯にしてみたから、お酒、休肝日で、お茶で、一緒にね、食べていこうと思います。ということで、乾杯。いただきます。先にこれかな、カジキの串焼き。すっごいいい香りする、ニンニクとね。いただきます。うん、社長これすごい脂あるよ。
食べてみて。バターとオリーブでしっかり焼いたからふんわりしてて美味しい。ねえ、むちゃくちゃうまいね。うん、癖がなくてマグロよりね、こうしっとりした感じがする。これはこんにちは私はカジキでバジルソースかけられてますさよならちょっと洋風、洋風だったね。じゃあ和風仕立てのカジキを食べてみます。見て、ボヨンボヨン。みんな絶対口開けてるでしょ今。あー、うーん、これはご飯が進む。すっごいいい味付けですよ社長。こうやってやってる。1対1対1がいいんだよっていうこと。今日ね、ヒゲが伸びてるから映りたくないんだって。小汚いね。いやでもめちゃくちゃ美味しいよこれ。ご飯すっごい進むし、これ作り置きしとけばね、お弁当とかに入れてもいいもんね。普通におにぎりのさ、具にしても美味しそう。はい、ということで今日もペロッといただきました。ごちそうさまです。美味しかった。なんか久しぶりに、私あんまりご飯食べないんだけど、あの甘辛いの見たらご飯食べたくなって、ペロッとね一杯白いご飯いっちゃいました。やっぱり日本人は白いご飯と煮物だね。焼き魚もいいけどね、刺身もいいね、何でもいいね魚もいいねということで、今日は久しぶりのね巨大魚、見た目もちょっと怖いグロテスクだけど美味しい魚、カジキを紹介、メカジキか、メカジキを紹介しました。またね、冬になると大きな魚たくさん入ってくると思うのでチャレンジしたいなと思います。さあ次は何を作ろうかな、ということで次の動画も見てください。チャンネル登録もよろしくお願いします。やばいかい。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。お時間があればこちらの動画もおすすめです。それではまた見てくださいね。バイバーイ。